6日間一つ一つのレース全てに心が躍りました。輝きのぎゅっと詰まった思い出深い大会となりました。芦屋で初開催の SG ボートレースオールスター、記念すべき50回目の頂点に輝くのは誰か。ファンの皆様の声援を力に変え、全力疾走の6名が登場です。さあゆっくりと韻を伺うのが1号艇の石野貴之です。なんと SG4 大会連続輸出、モーターバリバリ仕上げてます。石野の陰線。2コースは2号艇の浜野屋健吾。2年前芦屋のオーシャンで SG14 年ぶりの V。 今回も魅力たっぷりのレースぶりです。3コース3号艇の倉持リリ、 SG 初輸出の倉持、遠藤恵美に続くニューヒロイン誕生なりますか。4コースからは4号艇深谷智弘、オールスター初輸出、昨年のチャレンジカップの覇者がここも制しますか。5コースに5号艇山田浩二、久しぶりの SG 輸出、目指すはもちろん SG 初 V。 大外は走る選手会長6号艇瓜生正義、人気も実力も見せつけますが笹川賞の緑で勝負です。1番2番3番4番5番6番の並び。スタートしました優勝戦の第12レース、1番と2番がいいスタート。さあ1幕の攻防戦、逃げる1号艇の石野貴之、さすが2号艇の浜野健吾、どうか向こう正面は1号艇の石野が逃げました。スタートは前提正常でした。先頭1号艇の石野貴之、すでに大きなリード。2番手は2号艇浜野屋と3号艇の倉持設定2マーク、トップで1号艇の石野貴之を折り返します。2番手握って待った3号艇の倉持リリ、内側から2号艇の浜野屋健吾、2番手の接戦は2番3番並走で、レースはこれより2周目です。そんな中先頭は独走状態敷いている1号艇の石野貴之、2周1幕から向こう正面です。2番手2号艇の浜野が先行した、そのまま振り切る2号艇の浜野健吾が2番手をリード、その後ろ3番手3号艇の倉持に迫っているのが6号艇の瓜生、2周の2マークへと移っていきます。先頭は1号艇の石野、2番手は2号艇の浜野屋、3番手3号艇の倉持が丸、6号艇の瓜生内を狙ってホーム側、3番手3号艇の倉持内側届いてきた6号艇の瓜生、3番手は3番6番競り合いで、レースは最終周回。先頭は1号艇の石野貴之、 SG は昨年のチャレンジカップから4連続輸出、そして今回このオールスターさらって抜けます。最後のバックへ2番手は2号艇浜野健吾、3番手はまだ接戦、内側3号艇倉持リリ、一歩前へ出る、アウトから6号艇瓜生正義が追いかけて最終コーナーです。先頭は1号艇石野です。モーターパーバリバリ出し切って縦へ寄せつけません。オールスターは2回目、 SG は大台の10回目のゴールが見えてきました。まもなく優勝のゴールです。先頭1番石野、優勝のゴールイン、ガッツポーズおめでとう。2番浜野屋ゴールイン、3番倉持、6番瓜生ゴールイン、4番深谷、5番山田ゴールイン。以上優勝戦全艇ゴールインしました。やりました。人気に応えての優勝です。1号艇石野貴之選手、インからバッチリスタート決めて、そのまま先前独走態勢となりました。